こんにちは、シア金魚です。バチンの水槽のメンテナンスをした日と同日でございます。引き続き、水替えね、していきますよ。メンテナンスまでいけるかどうかわかりませんが、今日はこの子たち、いろいろ入ってるよね、ドチャバタ水槽の水替えです。もう暑いね。今日も、まあ、ちょっと綺麗にするので、せっかくなので金魚たち一旦こっちの観察用水槽に入れようかな。せっかくなのでね、毎回言ってますが、まだまだ暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう私はゆっくり金魚飼育しつつじゃない、子育てしつつ金魚飼育もしております。あくまでメインは子育てです。子育てだよ。以前の動画で水槽の水替えは週に1回1割換水で、おお、ガキが入っちゃった、やってますよっていう話をしたんですけれど、ちょっとこの週末がバタバタしてできなくてですね、週末過ぎてからの水替えでございます。お待たせしちゃって申し訳ないな。よいしょ、ういー、日の出でーす。主分期日の出、よいしょ、ういー、みんなおいで。ほら、いっぱい入った。よいしょ、埼玉、あずま錦の埼玉と、主分金のジャポネと、七市のショートテールリュウキット。よし、あと二人だ。群馬。よし。こちらは、あずま錦の群馬。群馬、群馬。私が群馬県出身なので、群馬です。おーい。おちびちゃん、おちびちゃんおいで。ほい、そう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 、はい。こちらもまだ名もなき風景ショートテールでございます。名前考えたいね、七し組。よし、今日はどこまでちゃんと掃除するか決めてませんが、軽くでいいや。どうしてもこの水槽の背面のね、ここの毛がどうしても生えがち、いや、サボりがちです。まあ別にこれ取ったところで、後ろはただのベランダの壁なんで、なんかそんなに綺麗に見えるかって言ったらそんなこともない気はしますが、いっこよいしょ。ちょっと追加した水とともに汚れをもう今一度流そうと思います。汚れって言ってもただの苔なので別にいいんですけどね、気持ちの問題ですよね、こればっかりは。このもん、あ、よいしょ、ほい、ほい、ふう、
しい。もう一杯ぐらいかな。でこの下段なんでね、こう、なんだろう、ぶつかっちゃって、水槽じゃない、バケツの頭が。全部ね、入りきらないんですよ。ちょっと余っちゃう。しょうがない、これは。あ、水が溜まっちゃう。やばいやばい。急げ。あ、セーフ。よし。とりあえず、OK。まだろくな話をできてないですね。よし。では、金魚観察行きましょう。はい、こちら。我が家のいろんな子たちが入ってる水槽の子たちでございます。この水槽には、主分菌2匹と、アズマニシキ2匹、そして、ショートテール竜菌が2匹と、土佐菌がおります。長物と丸物が共存している水槽っていう感じなんですけれど、こう喧嘩とか追い回したりとか、あとはこう餌の横取りみたいな、トラブルもなく、本当に平和に暮らしている7匹でございます。かわいい。この主分菌の2匹は、もともと、モネちゃんと一緒に暮らしていた子たちなんですけれど、綺麗だね。ジャポネとヒノデです。この子たちは、ちょっとね、モネちゃんに追い回されるようなこともあったので、引っ越しを機に、水槽を分けてしまいました。最初は和菌の水槽に入れてみたんですけれど、追い回されちゃって。なんで追い回されたかっていうと、この主分菌たちは女の子、二人とも女の子なんですけど、和菌たち全員男の子なんですね、4匹とも。なので、追い回されて、本当尻尾が欠けてね、一時期、療養1週間ぐらいしてました。そんな経緯があります。お前らが追い回したんだろう。本当にどういう奴らだ。本能の赴くままに。そりゃそうだろう、当たり前だろう。本能の赴くまま当たり前だろう。何言ってんだ。そうだよね。この子たちがこうやって仲良くしてる姿を見ると、金魚の混泳っていろんな可能性があるなーって思います。やっぱり一般的にはね、丸物と長物っていうので、まずは分けるっていうのが第一段階なのかなーっていうふうには思っていたんですけれど、なんだろう、まあ、種類も一つのね、基準にはなると思うんですけれど、それだけじゃないなーって。金魚の性別とか、それこそ本当にその金魚ごとに持つ特性っていうか、まあ性格ですよね。荒い性格の子もいれば、穏やかな子もやっぱりあると思うので、金魚だけどね、そういう性格の中で混泳をして、なんだろう、合う相性を見つけてくっていう、難しいよね、そんなの。今こうやってね、偶然、奇跡的にみんな一緒にいてくれてますけれど、こんな7匹が一緒にいられるっていう、この相性っていうのは、すごく絶妙なものがあるのかなって思います。かわいくね。めっちゃかわいい。なんか家族写真みたい。かわいい。魚面。なんか、初めの頃は、丸物でも、ね、卵中型、オランダ型、ね、竜菌型とか、そういうのでもあんまり混ぜるなって言われたこともありますが、まあ、そう思う人も当然ね、いるよね。
でもこうやって相性がいい時もあるから、必ずしも今までのその、なんだろうな、本に書いてあるような常識、多くの人が言うようなことの、多くの人が言うことが全てじゃないなっていうふうには思います。よし、みんな、お部屋に戻るぞ。7匹入るかな？入んないかもしれないな。よいしょ。あ、ダメだ。ちょっと待って。いいや、もう直接入れちゃえ。よし。誰から行く？誰から行く？おい。誰がパイロットフィッシュになるんだ？ファーストペンギン。ファーストペンギンは誰だ？日の出か？あ、いや、私は嫌よって。ファーストペンギンなんて言えよ。どこにサメじゃない、シャチがいるかわかんないじゃないって。うい。うい。セカンドペンギン。いいね、セカンドペンギンっていい名前だね。日の出いっうん、まー埼玉はいうい、はたきそして、ななしいいねよし。みんな戻りました。いいですね。ピカピカ、水槽が。みんな元気です。ほんと元気で何よりだよ。病気しないでくれ頼むから。そういうのいらないから。ほんと。かわいい。後でご飯食べようね。はい、というわけで今日の動画は以上でございます。この子たちの水替え、そしてちょっと毛掃除をしました。仲良しのわちゃわちゃ水槽でございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。ハイビスカスです。やってみて。やっとつぼみが、花のつぼみがたくさんできてきました。9月なんですけど、やっと咲きます。楽しみ。いいね、いいね。